クランスカ・クロバサは、スロベニアを代表する伝統的なソーセージである。ドイツ語では、クライナーブルスと、オーストラリア英語では、クランスキーソーセージとしても知られている。北、アメリカで、キー・ルバーサ、または、ポーランド風ソーセージの名で親しまれているものに近い。クロバサは、スロベニア全域で、一般的に供される小さめのソーセージを指す。サラミとは異なる。 クランスカとはカルニオーラという歴史的地域名に由来している。ドイツ語ではクライン。オーストリア・ハンガリー帝国における一つの地域名であり、この地域は大体現在のスロベニア共和国の領域と重なる。クランスカ・クロバサについての最古の記述は、ドイツ語圏では1896年に出されたカタリナ・プラトの料理本、南ドイツの料理の改訂版に見られる。 スロベニアにおいては1912年のフェリチタ・カリンシェクによるスロベニア料理の6番目の改訂版で初めてクランスカクロバサという用語が登場する。スロベニアにおいては肉加工食品の品質に関する法律の中でクランスカクロバサについては次のように厳密に規定されている。豚肉を最低68%以上牛肉を 最低12%以上使用し、脂身は20%以下でなければならない。添加物として認められているのは、水、食塩、ニンニク、胡椒が5%以内である。その他の添加物は加えてはならない。肉は10から13ミリメートル、脂身は8から10ミリメートルの大きさに引いておく。豚の腸に直径32から36ミリメートルになるように、具材を詰める。 長さは12から16センチメートル、重さは180から220グラムになるようにし、摂氏70度以下の温度で燻製にする。この条件を満たしていないものは、スーパーマーケットや、生肉店の店頭販売で、クランスカクロバサという名称を使えない。ケイジクライナーバリエーションとしては、オーストリアに渡った、スロベニア系移民によって、一般的になったチーズ入りのソーセージなどがあるが、 スロベニア国内における、クランスカクロバサとは少し異なる。ありがとうございます。